今回はふわとろ卵のエビ玉あんかけチャーハンの作り方を紹介します。シンプルなチャーハンの上に焼かないで作る卵に鶏ガラスープをたっぷりと含ませています。この上に揚がったエビがトッピングされ、熱々のあんがとろりとかかったものがエビ玉あんかけチャーハンです。焼いて作るエビ玉は少し難しいですが、この方法を使えば簡単にふわとろなエビ玉ができますよ。しかも油が少ないのでヘルシーに仕上がります。それでは作っていきましょう。材料はエビ玉の卵2個、ご飯 240g、 チャーハンの卵1個、エビ6尾、枝豆10粒、生姜、ネギのみじん切り各 5g です。鍋に油を入れ中央に温めておきます。チャーハンの卵を溶きます。エビに下味をつけます。塩コショウと酒を少量入れ揉み込みます。卵を少量入れてから片栗粉をまぶします。だいたい140度から160度の油で30秒くらい揚げます。エビを揚げるのは大変ならボイルするのでもいいですよ。エビが軽く浮き上がってきて油の気泡が小さくなってきたら引き上げる目安になります。このように薄い赤色になっていれば OK です。次はチャーハンを作っていきます。鍋に大さじ1の油を入れ温めます。卵を鍋の中に流し入れます。周りが膨らんできたら卵の真ん中にご飯を入れ、お玉を使ってほぐしながら炒めます。塩を一つかみ小さじ1くらいを全体に行き渡るように振りかけます。鍋を煽りながらお玉の酒を使ってご飯をほぐしながら炒めます。お好みで味の素、少量と胡椒を振りかけます。ご飯がパラパラになり完全にほぐれてきたら、醤油を香り付けに鍋肌から一滴入れます。チャーハンをお玉に入れ皿に盛り付けます。チャーハンの詳しい作り方は基本のチャーハンの作り方の動画やプロチャーハンの動画などがあります。ではエビ玉を作ります。鍋に鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 180cc 入れ温めます。卵2個に軽く塩コショウをして下味をつけます。しっかりと混ぜておきます。混ぜ方が足りないと卵の仕上がりにムラが出てしまうので注意しましょう。
スープが沸いてきたら一度火を止めてから生姜を入れます。紹興酒または酒を小さじ1入れます。お好みで味の素を入れてもいいです。加熱してスープを沸かします。沸いたらまた火を消してから水溶き片栗粉を大さじ1を2回に分けて入れます。混ぜながら加熱してしっかりととろみをつけます。弱火にしてから卵を円を描くようにして回し入れます。外側から卵が固まってくるので内側にお玉で入れていき均等に火を通します。ネギを入れます。さらに外側から内側に混ぜてまとめていきます。このようにトロトロの卵ができました。ふわとろの卵をチャーハンの上に乗せていきます。乗せるというよりは卵をかける感じです。やっぱり焼いた卵の方がいいよという方は他にオムレツチャーハンの動画がありますのでそちらを確認してみてください。揚げたエビを真ん中にトッピングします。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 200cc 温めます。紹興酒または酒を小さじ1入れます。砂糖を小さじ1入れます。塩を小さじ2分の1入れます。醤油を大さじ1入れます。枝豆を入れます。火を止めてから水溶き片栗粉大さじ1を2回に分けて入れます。加熱しながらしっかりと混ぜとろみをつけます。これで餡の完成です。エビ玉チャーハンの上に餡をかけます。これでエビ玉あんかけチャーハンの完成です。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますのでそちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。
最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。